随分スピードが落ちてるみたいだけど。こんな脇道に入ればどうしても馬車のスピードは落ちる。我々を巻くために選んだんでしょうが、悪手ですよ。あいつら随分と手間取らせてくれたじゃない。跡形もなくぶっ潰してやるわ。イリア、リチャードは潰しちゃダメ。そうだよ、アスベルたちの仲間なんだから。それに馬車にはスパーダがいるんだよ。そんなの分かってるわよ。そのくらいの勢いでやればいいって言ってんの。さっさと行くわよ。待ってください。また大量のコーマでも出されたら戦力的にはこちらが不利だ。コーキスたちを待つべきです。もういちいち水さすんだから。真面目な方々は気にすることが多くてほんと大変でございますわね。そうだな、イリアの言う通り今行こう。何を言ってるんですか兄さん。ヒューバート、リチャードがコーマを呼ぶところを見たか。ええ、ミリーナたちの話では、シーグル、リチャード陛下は魔境結晶のような石でコーマたちを召喚していると。今までリチャードと戦う時にはあっちからの不意打ちが多かったらしいな。だけど今は状況が違う。そうか、こちらがリチャード陛下を標的にできるなら最初からその石を狙えばいい。ですがチャンスはコーマを呼び出そうとする一瞬だ。近づく間もないでしょう。小さな石を狙えるくらい緻密で的確な遠距離攻撃が必要です。石を彼の手から排除、その後ならば近接攻撃へと持ち込むことも可能ですが。遠距離攻撃。待ってよ、その視線もしかして。僕も銃を扱いますから分かります。ここは狙撃に慣れたイリアさんが適任でしょうね。大丈夫だよイリア、君なら必ずできるよ。何無責任なこと言ってんのよ。ごめん、でも私が失敗したらまた山ほどコーマ呼ばれて逃げられちゃうのよ。もしかしたらリチャードに当てちゃうかもしれないし、それに私の銃だとそれほど距離は取れない。場合によっては敵の真っ只中まで入り込まないと。だったらイリアが狙える位置まで行けばいいよ。僕がそばにいるから。コーマを出すタイミングも僕が見る。命に代えても君を、その、バカ、あんたの命に代えていいものなんてどこにもないんだからね。けどまあ、よっしゃ、わかった、やってやろうじゃないの。イリア、頑張って。はぁ、狙撃のコツリカルドに教わっとくんだったわ。それでは改めて確認します。僕とソフィーで撹乱し馬車の周囲の敵を封じます。イリアさんは狙える位置に来たら石を撃ってください。ルカさんはイリアさんの援護をお願いします。コーマの召喚を封じたら兄さんは陛下を確保、ルカさんたちは馬車にいるスパーダさんを救出。いいですね。言っておきますが、これはひどくおざなりな計画です。誰かが負傷、もしくは大量にコーマを呼ばれた時点で中止、撤退します。いいですね。わかった、ルカ、イリア、ソフィー、行くぞ。敵襲！先ほどの奴らが追ってきたようです。チッ、だからこんな悪路じゃスピードが落ちると言っただろう。誰がこのルートへの指示を出したんだ。それはフレン様からの伝令で。フレン、バルドにしてはひどい命令だな。仕方ない、ここで始末をつける。リチャードが馬車から出てきた。ここは僕たちに任せてください。二人はそのまま駆け抜けて。了解。リチャードとの距離は？オッケー、ここからならいける。くたばれ。こっちは気にしないで、そのまま狙って。
敵は任せたわよ。すでに兵士もほとんどが使い物にならないか。ならばこうまで。今だ、イリア。この当たれ。石が。やり、私って天才。これではコウマが。だ。なめるな。小娘一人くらい。アスベル。すまない、リチャード。リチャード、大丈夫かな。ああ、当て身はうまくいった。しばらく目は覚まさないと思う。あとはコウマを呼んでいた石を見つけないと。やっぱりリチャードの中にラムダがいない。あった、この石だな。リチャードと魔境結晶は確保したぞ。ルカ、馬車へ。わかった。スパーダ、助けに来たよ。頑張ってるね。好きだよ、そういう人。何よあんた、邪魔。アラテか。アスベルはリチャードのそばにいて、私が。あ、いいね、みんな必死でさ。そういうの大好きだけど、その顔が絶望に変わるのはもっと好きなんだ。ソフィー様、みんな、コーキスたち、追いついてくれましたか。せっかくの楽しみよ、仕方ないね。あ、馬車が走り出したぞ。あいつ、いつの間に。まだスパーダが中にいるのに。スパーダー。そんな、あともう少しだったのに。ごめん、スパーダ。僕。落ち着くんだ、ルカ。あの馬車にスパーダは乗っていない。え？説明するよ。あの馬車にはコーキス。なんだよ、このタイミングで魔境通信ってバルドン。はい、皆さんにいただいた魔境通信装置はきちんと機能しているようですね。そっか、あの時ミリーナ様が渡してたんだっけ。手短に報告します。得意鏡へ、いえ、スパーダの救出に成功しました。それとジョニーという人物も一緒です。スパーダを救出って。彼らを引き渡します。落ち合う場所は。それじゃあ、あの馬車にはミラさんに似た人、カラノ・マクスウェルって人が乗ってたんだね。そうだ、助け出したかったが、この状況では仕方がない。とにかく今はスパーダとジョニーさんを迎えに行こう。あ、でもリチャードは。俺がアジトに連れて行くよ。ヒューバート、一緒に頼めるか。もちろん、途中で目を覚ましたら大変なことになるでしょうからね。私も行く。もしリチャードが暴れても、みんなのことは私が守るから。頼むよソフィー。アスベルもヒューバートも気をつけて。それじゃあ、俺たちはこのまま待ち合わせ場所に行こう。たく、本当に手間かけさせてくれるわね、あいつ。でも今度は絶対に。うん、スパーダを助けよう。スパーダとジョニーは先に指定の地点へ向かっています。そちらもどうかご無事で。では後ほど。よし、連絡はついた。私も早くスパーダたちに追いつかないと。そこにいるのは誰だ。バルド。ナーザ様。なぜお前がここにいる。ナーザ様こそ
なぜこのような場所に。お怪我の具合はよろしいのですか。仕方ないだろう。空のマクスウェルの輸送隊が襲われたとの連絡が入ったからな。念のためこちらで確保している共栄店の所在を確認していた。ところでこれはどういうことなんだ。ここにいた特異共栄店、特異共栄店亜種03ともにいなくなっているようだが。彼らは私が逃がしました。逃がした？お前何を考えている。話は俺が聞く。リヒターはすぐに逃げた奴らを追え。俺はまだ思うように動けないからな。わかった。さあ話せ。さすがにまだチーグルが捕まったとの報告は上がっていないようだな。ならば輸送隊襲撃の件は私も報告を受けました。このままでは空のマクスウェルやチーグルまでも敵の手に落ちる可能性があります。ですから奴らの仲間を一時的に解放することを持ちかけ、今のうちに味方として入り込み、後に共栄店たちを奪還する計画を立てました。そうか、わかった。成功法を好むお前らしくない方法に思えるかな。買いかぶりすぎです。私はそれほど正しい性根の持ち主ではありません。何もかも生前と同じというわけではないのですから。ふん。ジョニー、つれえだろうがもう一踏ん張り頼むぜ。合流場所に着きゃ仲間ってのがいるはずだ。仲間、バルドってやつは俺たちの仲間と言ってた。まさか。悪いがお前さん先に行ってくれ。俺は少し休んでからにする。はあ、ふざけてんのかよ。そう言われてはいそうですかってわけにいくか。ほら背負ってやるから乗れ。こんなでかい荷物背負ってたら助かるものも助からないぞ。うっせえな。引きずられて皮ずるむけになりたくなきゃさっさとしろ。強引な男だねお前さんも。いました、特異共栄店、特異共栄店亜種03を確認。くそ、見つかっちまったか。バルドの野郎は何してんだよ。スパーだ、走れ。俺が奴らの気を引く。今ならお前だけならきっと。残念ながら染みついちまってんだよな。心に剣を持ち誰かの盾となれって書くんだよ。おえ、生かして捕らえろ。あんな生き地獄戻ってたまるかよ。絶対に逃げ延びて。うわ、バカめ、人一人担いで逃げ切れぬものか。ここまでかよ、きしょう。なんだ。ああ貴様、うわ、この立ち筋忘れねえ。忘れるわけがねえ。あれは俺の魂に刻み込まれたもの。俺が守るべき使い手。スパーダ、助けに来たよ。マジでお前かよ、ルカ。寝ぼけてんじゃないわよ。ほら、しっかりして。イリアムか。国威の鏡師側の共栄店、その二人を返してもらおう。ざけんな、俺はてめえらの持ち物じゃねえ。そうだよ、不粋な人。久しぶりの友との再会を邪魔するなら僕が相手だ。コンウェイ？ジョニーさん、しっかりしてください。
夢じゃないよな、スタン。この人がジョニーさん、英雄たちの仲間。ああ、絶対に助けるぞ。はい。再会の挨拶とやらは終わったか。ならば無粋な敵と手合わせしてもらおう。多勢に無勢か。やむをえん。全員引くぞ。これだけの強栄店相手に、なんて強さだよあいつ。スパーダ！おいおい、なんだよ、また泣き虫ルカに逆戻りか。だってやっとスパーダを助けられたんだ。何度も失敗して、だから。そうだったのか。俺がお前を守るって言ったのに逆になっちまったな。まったく情けねえぜ。けどよ、久しぶり、会えて嬉しいぜルカ。うん、僕もだよ。また暑苦しいもの見せつけて、鬱陶しいったらないわ。もうおめえも相変わらずの口の悪さじゃねえか、イリア。安心したぜ。口が悪いのはお互い様じゃございませんこと。おほほのほん。2人とも似た者同士ってことだね。口の悪さもルカ君が大切なのも。え、ちょっと、いい加減なこと言わないでよね。コンウェイまで具現化かよ。この調子じゃ、他に知った顔がゾロゾロ出てきてももう驚かねえぜ。残念、これで打ち止めだよ。今後どうなるかはわからないけどね。とりあえず、大きな怪我がないようでよかったよ。怪我？そうだ！ジョニーはどうした？ああ、気を失ってるけど大丈夫。でも顔色がすごく悪いんだ。なんかその腕輪つけてからどんどん弱ってんだよ。外してみたらどうだ。腕輪？これマリアンさんがつけられていたアンチミラージュブレスじゃないか。なんだそりゃ。これをつけてるとどんどん体が弱っちゃうんだよ。だったら早く外してやるって。ダメなんだ、下手に外したらジョニーさんは死んでしまう。何か方法は。すぐにミリーナ様に連絡取るよ。ミリーナ、どうすればいいって。やっぱりこの場でどうにかするのは無理みたいだ。すぐにケルケイオンの停泊地へ向かってほしいってさ。わかった、合流地点の待機組にも知らせてケルケイオンに行こう。待機組？そういや合流地点はもっと先だったな。なんでこんな場所にいたんだよ。僕たちは石膏だよ。待ち合わせ場所で二手に分かれたんだ。なるほどな、おかげで助かったぜ。そうだ、こっちもお礼が遅くなった。ジョニーさんを助けてくれてありがとう、スパーだ。同じ牢に入ったヨシミってやつさ、気にすんなよ。スパーだ、なんか優しいね。初対面の人には舐められないようにガツンと行くって言ってなかった？あいつジョニーのお仲間だろ。な必要ねえよ、いいやつっぽいしな。それって初対面の僕がいいやつに見えなかったってことにならない？ふっ、ルカ君言うじゃないか。いやお前、あの時は。あ、そういやお前天術みたいなの使ってたよな。みたいなじゃなくて天術だよ。スパーダもきっと使えるよ。マジか、それ知ってたらお前を守って戦ったのによ。
そうそう、ルカってば私の時もそうだったのよ。全部終わってから知らなかったの？使えるよって。ならさっさと言いなさいっての、本当に気が利かないんだから。だからあんたはおたんこルカなのよ。そんな八つ当たりしないでよ。それに僕そんな言い方してないし。ああ、お前らのこの感じなんか懐かしくてホッとするわ。夫婦喧嘩は犬も食わないってね。ルビアの治療はまだかかりそうだね。カイウス心配してるだろうな。うん、でも運ばれてきた時よりはだいぶ落ち着いてるよ。今は時間が必要なんだと思う。しばらくは定期的にこっちに通うの？そのつもり。もしもルビアがアジトに来た場合は僕が責任を持って見ないといけないし、患者の状態は把握しておきたいんだ。ほんと真面目だね、ジュードは。あとはフィリップさんにローエンの様子を確認するだけ。うん、フィリップさんの部屋は確かこっち。それと資料などはまとめてありますので、後ほどフィリップさんのお部屋にお持ちします。ローエン？おや、ジュードさんにレイヤさん、いやはや早々に見つかってしまいましたか。目が覚めていたの？驚いたかい？あ、当たり前じゃないですか。どういうこと？いつから？実はローエンさんには少し前に無理をして目を覚ましてもらったんだ。無理って？クラトスさんの治療のためにローエンさんが使っていた重症者用の治療ベッドを開ける必要があったんだよ。それでローエンさんの状態がだいぶ安定していたから覚醒を促してみたらうまくいってね。はい、おかげさまでこの通りピンシャンしております。しかもフィリップさんが懇切丁寧に説明をしてくださったおかげですぐに状況も把握できました。具現化とは実に興味深い現象ですね。さすがローエン、すごい順応力だね。そうなんだ。しかも各方面への理解も早い。クラトスさんへのスピルリンクを開始する頃には治療のサポートができるほどでね。驚いたよ。いいえ、私の手伝いなど初歩の初歩。フィリップさんの話と用意してあった資料で彼への施術の段取りを確認したまでです。いや、それは謙遜ですよ。ミリーナにローエンさんがサポートに入ると知らせた時は本当に驚いていましたから。あ、それならミリーナたちはローエンと会ってたんだよね。だったらなんで教えてくれなかったんだろう。私が頼んだのです。皆さんにはしばらく伏せておいてほしいと。え、なんで？実はローエンさんの体はまだ回復しきっていないんだ。これは無理に目覚めさせた僕のせいでもある。今はこうしていられても容体によってはまた意識を失うことがあるかもしれない。ようやく目覚めたかと皆さんにご足労いただいても結局つまらない老人の寝顔しか見られなかったでは申し訳ありませんからね。そっか、私たちをがっかりさせないように完全に回復するまでは伏せておいたんだね。ぶっちゃけますと情けない姿を晒したくはないというジジイのわがままなのですよ。ねえローエン、フィリップさんにローエンの治療法を教えてもらうからさ、このまま一緒にアジトへ帰らない？お気持ちは嬉しいのですが。ジュード、ローエンさんが得意共栄店だということは知っているね。ええ、もちろん。でもガローズたちが開発したキラル分子の流出を反転させるブレスレットで
その影響を抑えられるんですよね。いや、今のローエンさんの体ではそのブレスレットの負荷に耐えられない。そして君たちのアジトはミリーナの作り出した仮想境界の中だ。アニマを逆流させる特異共栄点が及ぼす影響力は未知数なんだよ。わずかな期間の滞在であれば可能かもしれないが、ブレスレットなしで長期となると不安があってね。今は治療を続けながらブレスレットをつけられる状態まで根気よく待つしかないんだ。力不足で申し訳ない。ケリュケイオンでしたらこのままの状態でおりましてもさほどの影響はないとのことですので、お世話になることにしました。そうだったのか。無理を言ってごめん、ローエン、フィリップさん。いいえ、そのお気持ちは嬉しいのですよ、ジュードさん。まあそんなわけでして、しばらくはリハビリがてら救世軍で出自まがいのことをさせていただいてました。ゆっくり休んでほしいんだけど聞いてくれないんだ。ジュードやレイヤからも説得して。フィル、すまない、ミリーナから通信だ。どうしたんだミリーナ。ルーティとミントとシェリアはまだ残ってる？ああ、いるよ。もうすぐ帰るようだけど。そのままそこで待つように言って、治癒術を使える人が必要なの。何があったんだい？コーキスたちが特異共栄点のジョニーさんを救出したんだけど、アンチミラージブレスをつけられているわ。これからケルケイオンに運び込むから解除をお願い。それでは交代で治癒術をかける方がいいですね。ええ、強い術よりは弱い術をゆっくり長くかけた方が体への負担も。ジョニーさん大丈夫かな？ガローズに任せておけば大丈夫よ。マリオンの時だってちゃんと外してくれたでしょ。でもあんな弱った姿を見るとさ、もっと早く助け出せたらって。あんたは自分のやれることをやった、それでいいじゃない。待たせたな。アンチミラージュブレスは外れたぜ。すぐに治療を始めてくれ。はい。さあここからは私たちの出番。自分のやれることをやってくるわ。ああ、ジョニーさんのことを頼んだぜ。フィル、ジョニーさんはどう？アンチミラージブレスが解除できたからミントたちが治療に入ったよ。こちらに来ていたジュードも見てくれている。よかった。あれは一刻を争うから。他のみんなは？クレスとミラさん、スタンはジョニーのところだ。あとはみんなあちらの部屋で待機してるよ。そう、待たせちゃったみたいね。それじゃスパーダさんの話を聞きに行きましょう。だから帝国が興味持ってるのは俺の前世ってわけ。あの胸クソ悪い実験じゃ魂の分離だの融合だの憑依だの、そんな話ばっかしてたぜ。研究者の野郎ども俺に聞こえないようにこそこそ話してたから、それ以上詳しいことは分かんねえな。大変だったんだねスパーダ。まあな、けどお前やエリアだってヤバかったって話じゃねえか。うん、危ない状態だったって言われたよ。あいつらマジで許せねえ。剣である前世の具現化、魂の分離、融合、憑依。意志を持った武器や武器に意志を宿らせる実験じゃないかというスパーダの予想は確かにあり得る話だね。事実異世界にはソーディアンという例もある。
ただ気になるのは魂に固執している点だ。そうね。あくまでソーリアンは人の記憶や人格を武器に投射したものだから、一つの体、一つの物質に複数の魂を内包している状態を目指しているのかしら。なんかそれってカムイに似てるよな。あ、それよスレイさん。ルカが転生者の話をしてくれた時にクラスさんが言ってたの。一つの体に魂が分裂して存在しているみたいだって。これって見方を変えればカムイと似た状態じゃない？そうだね。天族である僕たちは器であるスレイの体なら融合することができる。はい。しかもコタル意識はきちんとありますから、カムイに近い形と言えますわ。精霊と融合するなんてカムイと似た発想を帝国はどこから得たのか、セシリーも気にしてたけれど、もしかしたらルカたち転生者がそのヒントになったのかもしれないわね。単純に俺たちと同じ世界から来た共栄天の知識って可能性の方が高くないかな。ほら、古代語の解読なんかでよくあるだろ。引っかかったところを裏読みや深読みして結局書いてあるままでしたってことがさ。ああ、でもそうだとすると、帝国に僕たちの世界の知識が流れてるっていうのがね。ええ、つまりそれはその誰かは捕まっているか敵になっているということですから。うん。もしかしたらスレイさんたちは帝国側にも天族がいると考えているの？ああ、リストにも載せたザビーダって仲間が捕まってるんじゃないかって。でも確かザビーダさんってベルベットたちが出したリストにも。まあその話は一旦置いておきましょう。あくまで可能性ですが、私たちがこうして具現化されている以上、他の仲間もっと考えるのはおかしくないですよね。確かにそうですね。ねえ、この人たち何言ってんの？バカ、俺に聞くんじゃねえよ。なあ、あれ話を聞いてて思ったんだけど、帝国にいる共栄天がとかじゃなくて、こっちの情報が漏れてるってことはない？参加してる！つまりルカ君はこちらにスパイがいると思うのかい？ううん、そういうわけじゃなくて、わざとじゃなくても知らず知らずに相手に情報を渡しちゃってることもあるのかなって。そうだね。こちらが帝国側に内通者を置いていたように、こちらの情報も。あ、ちょっと待った、魔境通信が。ミリーナ様、バルドからの通信です。バルド？あいつ何してんだよ。後から追うって言ってそれっきりだったんだぜ。バルドさん、今どこにいるの？お話があります。どこかで落ち合いませんか？わかったわ。こちらも聞きたいことがあるし、今からそちらに向かいます。なあ、さっきの話じゃないけど、ユーリ様たちもスパイの可能性を気にしてたし、これからバルドに会うのも見られてたりしねえかな。少なくとも俺が見える範囲には怪しい奴の姿はないみたいだけど。心配性のマスターがそう言うなら平気か。な？イクスの奴なんだって？周りに怪しい奴はいないって。イクスがそう言うならひとまず信じていいとは思うが。情報漏れが内通者の場合はってことね。そのために共栄天様にはケルケイオンに残ってもらったんだ。ひとまずは大丈夫だろう。これで情報が漏れるなら、鏡師かバルドかセシリーが裏切り者ってこったな。そうね。私は一番怪しい立場だから。おいマーク、お前感じ悪いぞ。
仕方ねえだろ。用心するに越したことはないんだから。お待たせしました。今回は無事に会えたわね。スパーダさんが心配していたわよ。そうですか。私の不手際で落ち合えなかったことを謝っておいてください。何があったの？スパーダさんたちを逃がしたことをウォーデン、ナーザ様に知られてしまいました。それで少々事態の収拾に手間取ってしまったんです。今回の救出劇は不測の事態が起きすぎではありませんか？ええ、私自身も帝国の誰かに疑われているのかもしれません。それでも私はあなた方に協力するつもりです。リビングドール計画を止めるためにか？ええ、リビングドール計画とはカレイドスコープによって光る砂となって失われたビフレストの民を蘇らせるための計画。もしもこれが亡くなった世界中の人々を蘇らせる計画だというのなら、私ももしかしたらメルクリア様にお仕えし続けたかもしれません。現状のリビングドールはひどいものですが、研究次第で犠牲を強いることなく死者の蘇りを可能にできるかもしれない。でもメルクリア様が救いたいのはビフレストの民だけです。そしてそのための手段としてリビングドールの手段について見直すつもりもない。ああ、そういうことか。彼女に感じた違和感は、これはメルクリア公女なりのセールンド、いや僕やゲフィオンへの復讐でもあるんだね。ええ、自分の国を奪った女性が自分のために世界をよみがえらせようとして、自分の願いを叶えるためだけにもう一人の自分すらも生み出した。ゲフィオンがしたことをメルクリアは自分もしようとしているのです。それは違う、ミリーナ。いや、ゲフィオンは食材の気持ちから世界を救おうと思った。最初からエゴだけのメルクリアとは違う。マスターが言ってます。食材の気持ちから世界を救おうとしたゲフィオンとエゴだけのメルクリアは違うって。そいつはどうかな。結局はどっちもエゴなんだと俺は思うぜ。だがリビングドールって手段は気に入らねえ。今はそういうことにしておこうや。ああ、リビングドール計画の阻止にはカレイドスコープで光る砂、アニムス粒子となったビフレストの人々に接触できないようにするしかありません。現状ゲフィオンとイクスさんが死の砂嵐の流出を止めていますが、こちら側からアプローチしてアニムス粒子を取り出すことはできるのです。つまり死の砂嵐の完全な消滅、もしくは封印が必要ということね。でもその前にイクスを助け出さないと。ええ、仮に完全に消滅させたり封じることができても、あの場にイクスさんがいる限りイクスさんを失うことになってしまう。何よりそろそろイクスさんが持たないのではと考えています。どうやらコーキスさんはイクスさんとつながっているようですが、イクスさんは苦しんでいませんか？え？いや何も。なあマスター、どこか痛かったり苦しかったりするのか？あ、いや別に特に何も。いて、なんだまた左目が。やはりその目の痛みはイクスさんが感じている痛みをコーキスさんが感じ取っているのだと思います。強制のリンク機能か。僕も古い書物でしかその理論を確認していないが、そういえばあれはビフレスト側の禁書だった。ビフレストでは強制が世界を滅ぼすと信じられていた。ですから強制の研究は禁忌であると同時に皇室の課題でもあったのです。今のコーキスさんはイクスさんの力が暴走しているために
マスター側で本来独立しているはずの感覚がリンクしてしまっている。だからコウキスさんの目や耳がイクスさんの目や耳ともなり得ているわけです。おそらくイクスさんがここまで自在にコウキスさんの目と耳を利用できるのはこのリンクを意識的に強化したはずですが。イクス、本当なの？まさかコウキスをカレードスコープの間に呼び出したのもリンクを強めるため？ああ、まだ完全じゃないけど、最終的には俺の力をコウキスに送り込めるようにしようと思って、うまくいくまで黙ってるつもりだったんだ。はあ？つうかそっちより体が痛むってのは本当なのかよ。痛むこともあるよ、確かにさ。でも今は我慢できてるんだ、大丈夫だよ。じゃあやっぱり実はずっと痛かったってのか？なんでそういうこと隠すんだよ。怒るなよコウキス、心配かけたくなかったんだ。コウキスの様子を見ているとバルドさんの指摘は全て合っているみたいね。だったら一刻も早くイクスさんを助け出さないと。魔境結晶に穴を開けてイクスを助け出すという計画を今キール研究室がまとめてくれているわ。でもイクスがいなくなることによって死の砂嵐は外に漏れてしまう。その点だけがどうしても解決できないの。私にアイデアがあります。ですがそのためにはいくつかやらなければならないことがある。まずは私をフレンさんから分離すること。フレン様を解放してくれるのか？解放というか、実は私はフレンさんにこの体を借りているのです。ん？結局は同じことだろう？いえ、この体の中には今もフレンさんがいます。私やチーグルは初期のリビングドールなので神格を取り外すというアプローチがなかったんです。そしてフレンさんはあえて私を受け入れてくれました。今の話ユーリ様に聞かせるのが怖いぞ。でもどうして今フレンと離れる必要があるのかな？もしかしてスパイの目を欺くため？おっしゃる通りです。フレンさんと二人で考えました。フレンさんはバルドとして帝国に残り、私は別の体を一時的に借りてイクスさん救出のための準備を行います。それにはセシリー、いえシドニーの力が必要です。え？危険は承知の上で私と共に帝国へ来てくれませんか？しかしそれではガローズが納得しないだろう。いいえ、行きます。セシリー、危険なのよ。でも私はもう死んでいますから。それに私が帝国へ行けばきっと精霊層の詳しい情報を見ることができます。スレイさんたちの力にもなれるし、精霊たちの命を守ることにもつながる。だから行きます。そうか、ありがとうシドニー。あなたにはいつも辛い思いばかりさせてしまいますね。いえ、いいんです。一ついいかしら？あなたのしていることはナーザへの裏切りよね。本当に構わないの？ナーザ様はメルクリア様と目指すものが違います。ナーザ様はこの世界を、ダーナのゆりかごを守るために動いておられる。ビフレストの復活には否定的です。ダーナのゆりかご、それは創世神話の言葉だね。この世界はダーナのゆりかごである。罪を背負った人々は罪をあがない、浄化し、ダーナのゆりかごに生まれ落ちた。ジュニアからの伝言も、僕らの始まりの場所というのはあの石碑のことか？あなた方を、特にコウキスさん、あなたを見ていると信じられない。でも
ダーナは予言しています。強制がこの世界を滅ぼすと。だからビフレストの鏡師は強制を復活させたセールンドの鏡師を憎んだ。その行いを止めようとした。それが魔教戦争の始まりです。そしてオーデンセを襲ってイクスを手にかけた。そうです。世界を滅びから守るため、強制と強制を生み出す鏡師を殺すこと。それが今も昔もナーザ、いえウォーデン殿下のご意志なのです。